果たして結果はどうなったでしょうか。結果解決解決それはもう全て解決よ。女の子が何か言っていますね。このお部屋おもちゃがいっぱいで楽しいな。急にどうしたビロ寂しい暮らししてんのかな。素晴らしい、女の子の元気が上がりました。いやよかったかもよ。ほら活発な子供に育つビロや。うん。メモメモと。はい。なんだ。何メモ。なんか怖いんだよな、ちょいちょい。夜が訪れ、女の子が眠ったようです。あ、報告の時間か。二人は女の子を起こさないよう部屋の中をこっそりと移動して、モニターを起動しました。今日もこれか。お疲れです。あ、どうもお疲れです。です。モニターには黒い人型のシルエットが浮かんでいます。さあ、報告の時間です。この3年間毎日報告はしてたんよね。俺らしてたはず。僕ら今日女の子は2人を抱きしめながらこんなことを言っていました。うん。おとお家で遊ぶの好きだからずっとお家がいい。外出なさい。いや、うちの方がいいよ。2人の頭に選択肢が浮かびました。うん。今完全に回答終わっちゃったけど。終わった。出る前に終わってた。さあ、どんな子に育ってほしいか2人で話し合い、教育方針を決定してください。なんでぬいぐるみが教育方針決めるんだ。いいのか、ぬいぐるみで。制限時間は3分間です。ではどうぞ。いやでも外か。いや、うちでいいだろ。もうそれ4035年かもしれないからな。俺その説結構あると思ってるかもよ。いや確かに、もう外は、うん、見たことないビロから ね。もう外は人が住める環境じゃないかもよ。はあ、はあ、そういう可能性もあるかも。ドローンが飛び回っててやべえ可能性もあるビロね。そうかもよ。あの家の方がいいかもしれないかもね。ああ、まあ、じゃあ外で遊ぶべきなんじゃお前。なんじゃお前は。出たかも。人間の時からそうだったかもこいつ。いやもう本当にこっち来ないでほしいビロよ。ああ、もう悩んだよこの並べられてんのも。ぬいぐるみちゃんと書士を貫徹しろビロよ。こっちのセリフかもよ。あー、どっちかもね。でもどうせこれも代表してどっちか一つ決めなきゃいけないやつ。まあ最後にはそうなるかもね。いや、音の親見たことないかもよ僕ら。あー確かに、なんか母親はいないっぽいビロね。うん、どうやって暮らしてるかも。音はなんか片身のペンダント持ってたから。ああ、うん、机に置いてるやつね。そうそう、父親はいるビロか。そこはわからないかもね。見たことないかもよ。まあ今回はこの話題で、もう本人がうちで遊ぶの好きって言ってるし、まあ外出た方がいいビロね。話の流れが今ねじ曲がったかもよ。いや、なんなん、ずっとやっぱ太陽の光浴びてないってやっぱ良くないビロよ。まあそう、まあそれはでもそうかもよ。でもな、なんか家が好きって言ってるからな、まあ無理して外出なくてもいいような気がするかも。まあまあ、外がどうなってるかもわからないし。いやーでもなんかね、事情があるならしょうがないけれども、単純にね、若いうちはやっぱ外出といた方がいいビロよ。
若いうちに死んだだろ僕らは。私外ってんだ。外出たから死んだみたいな、ね、そう、外出た結果僕ら死んだかもよ。確かにあれスマブラやってたら俺ら死んでないビロよそう、あのスマブラやっときゃよかったかもよ時間になりました。それではまずそれぞれが選んだ選択肢を聞かせてください。ではハシビロコウさん、結局どっちにするかも。外で遊ぶべきビロね。ほう、なるほど。ではカモノハシさんは、絶対に家にいるべきかもよ。ほう、おや、選択が分かれました。さあ意見をぶつけ合って決めてください。いつもの流れかもよもうこうなっちまったらどっちでもいいかもよぶつけ合うぶつけ合うって言うけど、いつも俺は自分の選択肢を変えてるから自分で自分を納得させることができないとでもここはちょっとでも本当に悩むとこかもしれないかもね。確かにこれでこの子の将来が変わる可能性あるビロよ。うん、今までよりちょっと大事な選択肢って気がしなくもないかもよ。家にいさそうか。家にいさそう。外で死んだし僕ら。そうだ、子供に、ああ子供外出すのは危ねえビロよ。そうだ、ずっとここにいろ。それでは改めて二人の選択を聞かせてください。どうぞ。じゃあ、2番にするかも。なるほど、2番。この女の子は家で遊ぶべきだと。はい何か上がったなステータスが。いいのかこれ、独自性上がる素晴らしい、女の子の独自性が上がりました。どうなんのどういう言葉になるかもかこいつ、怖いなメモ。月日は流れ、二人がこの子供部屋に来てから6年が経ちました。行ったな、結構経ったビロね。もう寿命半分過ぎたかもよ。いや、あの短すぎたかもしれんビロ短かったのかも。今になって思うビロね。そうかもね。3歳だった女の子は6歳になりました。でかくなったな、いつの間にか。おや、